どうもこんにちは、ピアソニーです。今回ですけども、第5チームとの今後のアップデートについて、公式運営の中国の方から、発表があったということで、そちらを紹介していこうと思います。さあ、まず一つ目はキャラクターの調整ですね。サバイバーからは大人気、ハンターから大批判の呪術師が、今回調整入りますということで、今回ね、呪術師なんと弱体化します。いや、これね、いや、ハンター戦のね、悲しいもう叫びがね、とうとう運営さんにも届きましたということで、弱体化内容は、粘着に関する能力が、弱体化するよという告知が入っております。詳しいね、能力がどういう風に変わるっていうのはまだ出てないんですけども、粘着に関して、弱くなるということで、まあ、おそらく俺の予想なんですけども、最近流行りの、まあ、骨董書とかも、ある通り、味方がその自分の近くにいたらその呪いの溜まっていくスピードが、何パーセントずつ下がっていくみたいな、1人いたら何パーセント、2人いたら、もっと下がりますよみたいな感じの、調整が入ったら、まあ、素の能力、チェイス能力は今のままで、粘着だけ弱くなるっていうのができるんで、多分 おそらくそういう感じの、調整が入るんじゃないかなと、個人的に考えております。本当ね、でも呪術師ってちょっと能力の調整しただけで、今までは本当に最弱サバイバーになってて、一番最初は最強サバイバーで、そっから一気に転落して最弱サバイバーになって、そっからちょっとテコ入れしただけで一気に最強サバイバーにまた戻ってきたんで、またこの数値をミスるだけで一気にまた転落してしまう可能性もあるんですけど、まあそこら辺はね、うまく調整してくれると、信じております。さあ、続きまして新ハンター忍者の実装日が確定しました。忍者っていうのはこの間の公式放送で発表された、めちゃくちゃイケメンなお兄さんハンターですね。公式の説明文からよると、磁力を操ったりとかすることによって、戦っていく感じのハンターということで、もうこの時点でもう俺はもう使うの確定、もう神もうこの時点でも神って俺は思ってるんですけど、まあこれが、8月の25日に、シーズン22の神髄3の、ガチャで来るんではないかと言われております。ただ最近って結構ガチャじゃなくて、あえてショップで販売してガチャはなんか、別で来るっていう可能性もまあなんか最近あるんですよ、そういうことが。まあなのでガチャか、ショップ販売かどっちかは分かんないんですけど、まあそこの、25日に、追加が確定しております。でガチャの場合は多分そろそろコラボが、来るんじゃないかなと思ってて、コラボだったら、まあ、最近発表された、文豪ストレイドックスコラボか、殺戮の天使コラボで、多分殺戮の天使って、まあ、キャラクター結構コラボの時は主人公のね、女の子と、殺人鬼レイとザック、その2人を単体で結構ピックアップされることが結構多いんで、多分殺戮の天使に関してはショップ販売で、ブーストで多分大きな多分ガチャで来ると思うんで、ガチャの場合でコラボだったらブーストが、来る、もしくは普通にハンターが、ガチャとして実装のどちらかだとは思っております。さあ、新キャラつながりですね。8月4日今骨董書が実装されるんですけども、そこでですね、なんと、全員にイベントタスクをクリアしていくことで、骨董書の SSR 携帯品が全員にもらえます。これやばくない？こんなこと今まであった？新キャラだよ、新キャラ出てすぐのキャラクターがもうすぐ、携帯品実装されてるんで、もう速攻でしかも全員に入手可能ということなんで、これもうね、もう運営さん大太っ腹イベントやってるんで、しかもね、結構他にもいろんなあのガチャ石をもらえたりとか、その曲がもらえたりとか、いろんな落書きとかね、幸運寺の SR 衣装がもらえたりとかするんで、もうこのイベントはね、本当に参加、した方がいいと思います。で、続きましてテストサーバーに実装されていたその回復スピードをまんま変えちゃおうっていうやつ、あれが、今回見送りとなりました。その理由としましては、今全体のね、ハンターの勝率というのがサバイバーに比べて全然高いので、今回見送りとなった代わりに、まあ、一部のねキャラクターも強すぎるキャラクター、サバイバーだったりハンターだったりの、弱体化を目指しますということで、まあ、しばらくその回復は今のままという形になりました。で、このね、ハンターとかのその勝率も今回発表されてまして、かなりやっぱハンター高いですね。はい、こんな感じで全体の勝率、まあ団員ごとに発表されてはいるんですけど、もう勝ちだけで計算しても、まあほぼ5割は保っていて、で引き分けもこれまあ 27% とか、まあ、30% 近くあるんで、実質な的な負けはもう本当に、3割以下なので、これハンターの勝率に直すと7割は大体ハンターは勝ってる計算になるんで、まあ確かにこんだけ勝てるんだったら俺は弱体化はいらないなと思ってるし、今結構、まあ、落ち着いてる環境で本当に上手い方が勝つっていう、環境だと俺は思ってるんで、まあ全然俺は賛成かなと思います。で、この表を見てさ、すごいなと思ったのが、この始めたてはやっぱどうしてもさ、ハンターがすごい有利になっちゃうっていうのはその分かるんだけど、その3段あたりからですね、この最高峰7番7段までほとんど勝率がこれ一緒って、めっちゃすごくないなんか本当にね、なんて言うんだろう、マッチングその安定してるんだなっていう、気はしますね。本当に同じようなレベルで戦って、まあ、多少のさ、そのマッチングの格差とかあると思うんだけど、まあ、それを入れたとしても全体で見たら、まあ、結構その同じような環境でそれぞれのレベルで戦っていけるっていうのが、まあ、これ見るとよくわかりますね。さあ、次の調整がですね、これ地味に嬉しいね。これ第5始まった時から、ずっとこうだったんだけど、プレゼントを相手に送るときに衣装とかね、携帯品がこの送り先の相手がこれ持ってるかどうかわかんない状態で、そのサプライズとかしようとすると本当にギャンブルみたいな状態でね、プレゼントしなきゃいけなかったんだけど、それが、今回のアップデートから、相手がこの衣装を持ってるかどうかとか携帯品を持ってるかどうかっていうのを把握した上で、プレゼントすることができるようになったんで、まあ、本当にサプライズみたいなことが、しやすくなりました。これはね、本当第5始まった時はそうで、もうなんかその
記念のやつとかその誕生日とかでその友達にあげようとか思ったとしてもこれ持ってたらどうしようってめっちゃ考えてたから、これシンプルに嬉しいですね。まあ、なかなかプレゼントする機会があるっていう人は少ないかなとは思うんだけど、まあ、でもプレゼントする人からしたらもうこれは、間違いなく神アップでですね。で、続きまして白黒無常ですね。最近コラボした自己代理人のコラボ衣装、あれが衣装と携帯品の最適化が、8月4日に行われます。いやもうこれ嬉しいね。もう本当に実装した時からその顔がちょっとなんか、うん、なんかおかしいなって感じもしてたりとか、傘がね違ったりとかいろいろあったんで、それが、おそらく8月4日に全て、治るといった形で、まあ、これ本当楽しいね。これはまた治ったら動画にしようと思います。で、次のやつ、これすごいね。踊り子この UR 衣装バルキリー、まあ、鎧をまとった、踊り子のやつだね。あれがですね、なんと、最適化をしますと言って、そのデザイン案をねまた新しく作り直してたんだけど、それがなんと1年かかってようやく今回完成したということで、まあおそらく次のアップデートが、まあ、近々、いよいよねこの踊り子の UR 衣装バルキリーが、調整されて最適化されるという、お話でございます。本当にね、確かに踊り子使い、まあ、いっぱいいるんだけど、全然このバルキリー衣装を、使ってる人見たことないですねまあそもそも UR 衣装だからっていうのあるんだけど、それにしても、まあ、使ってる人いるって感じがしてたんで、まあ、これを機にね、もっと使ってる人が増えたらいいなとは思います。さあ、この流れで衣装系のお話になるんですけど、調香師の新 SSR 衣装が今年の後半に実装が予定されているということで、他にも写真家ですね、写真家ジョゼフもまたね SSR、 これ最近さ SSR 来たんだけど、それとはまた別で、今年の後半に同じく実装されるということで、さらにさらに曲芸師の、新 UR 衣装が、今年の後半に実装ということで、調香師、写真家、曲芸師が、また新しく今年の、年末ぐらいには実装されますということで、いやこれも楽しみですね。さあ、そして最後、今回ちょっとこれね、運営さんのことまたちょっと見直したというか惚れ直しましたね。なんと最高演劇の星衣装、芸者とかのやつ、この間発表されたあのライブ 2D まで作られていたあの衣装、あれがなんとかけらで交換可能ということで、まあ、頑張れば、ね、まだ UR 衣装だからめっちゃ高いんだけど、1万2000とか、貯めなきゃいけないんだけど、それでもねかけらで交換可能ということで、頑張ればね、あの最高演劇の、リアリティの衣装がなんと無課金でゲット可能でございます。まあなかなかね大変な道のりにはなると思うんですけど、でもそんなね配慮をしてくれるのすごい優しいなとは感じました。でこれが芸者と調香師に適用されるということでございます。さあ、今回の発表かなり衝撃的なことも多かったし、結構間近で発表されることが多くて、結構なんかイメージがつきやすくて良かったですね。結構最近の第五人格はもう結構それいつ来るのみたいなのが多かったんで、呪術師のね、弱体化が確定したりとか、その新ハンター忍者、これ楽しみだな。8月25だから、まあ、夏休み終わる頃には実装ということで、いや楽しみだな。骨董賞めっちゃ楽しそうだし、もう磁力をさ操る系、まあ、サバイバーでいる炭鉱者も、炭鉱者あんだけ楽しいのにさ、これハンター版でまた来たらいろんな磁力を使っていろいろ使い分けるんだったら、これもう神ハンター確定してるんで、俺の中ではもう能力も何にも知らないけど確定してるんで、いやーもうこれも本当に、まあ、この夏が本当に楽しみだなとは、個人的に思ってます。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。